おはようございます。おはようございます。もうご覧になってると思うんですけど、はい、どうしましょう。今回松山から感覚が勝つで、おはようございます。結構詰まって、でもちょっと空いたんで、うん、それでも、はい、その前に比べれば今回は空いてたんで、中3日、中5日できたんで、今回なんか1週間ぐらいあったんですか。あ、カンプロとかあったけど、そうですね。はい。やっぱりなんで、まあ、特にはこの岸和田あたりではちょっと日程の詰まりをずっと気にしてらっしゃったんで、はい、すごいその辺がどういう、あそこはきつかったですね。宇都宮終わって中3日でジャパンカップがあったから、あそこはきつかったです。それに比べればっていうところ、はい、こちらも追加で高松、はい、はい、予定には入ったと思うんですけど、改めて競技会の前の一番としてはどういう位置づけに。いや、もう賞金稼ぐだけですね。はい、岸和田あたりから出るんだという常に。そうです、はい、もうそれしかないです。それ一本です。いかに金を稼ぐかです。そういう意味ではもう武田さんの存在というのが、あ、大きいです。はい、一人の力じゃ無理だから。その中でも常に亀山さん、いつも武田さんの存在がこう頑張りになっているというか、目標になっていると感覚がなさってます。そうです、はい、そういう意味では今回も、うん、またね、僕乗れればほら武田と一緒にグランプリ乗れるから、そこを持つから、うん、もういいし、武田にとってもいいと思われる存在になりたいよね。かなと思った方が有利だと思われるようになりたいから、関東の相談したと。はい、まあ、今回高松でその全日本選抜の武田の方も、はい、そこからの、そうですね、はい、今度いい形で終わりしたいですね。オールスターですとか青森県の時おっしゃってた、その怪我した時の状態よりも、あ、今のが脚力的にはアップしてると思います。あの頃は乗るだけでいっぱいだったからね。今はちょっと戦える状態になる。その入院中の気持ちの持ち方が、練習の方を取り組み方も変わったというのを、そうですね、はい、おっしゃってたと。はい、